はい、どうもこんにちは。カネです。さあ、続きの方をやっていきたいと思うんですけど、前回は確か、どこまでやったんだっけ？覚えてないけど、とりあえず、この置物を、の、まあ、後ろにね、まあ、後ろっていうか、まあ、下に書いてあるこれを、まあ、入力するところからだね。よし、これで入力し終わったので、どこで開けられるんだっけ、確か。こいつはもう、いわゆる無限脇みたいなもんなんだよな。ここだね。そう、ここ行けるようになって、これだね。ここに、まあ、薬があるんだけど、現在、マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。まあ、ということなんで、この赤色の線のところまで、まあ、液を注入しないといけないんだよね。超えたり、まあ、少なかったりしても、ダメらしいんだよね。で、こうやって押したりすると、まあ、こうやって回転するんだよ。てな感じなんで、調整しようか。よーし。そう、これ結構ね、難しかった記憶あるんだよね、これ。まあ、てな感じで、原液をゲットしたと。で、ね、これね、原液ゲットしただけで終わりじゃないんだよね。どうだっけな。確かここの、あったあったあった。これ。下肢剤、腰剤だったわ。で、今原液をゲットしたんだけど、この3っていう急速に冷却するっていう、この作業をしなきゃいけないんだよね。で、先ほどの敵が、そうそう、先ほどのなんか草みたいなやつが、このプラント43っていうやつっぽいね、どうやらね。はい、このカートリッジをね、冷却するって言うと、どこなんよーって感じなんだけど、まあ、まだね、行けてない部屋があって、で、こことかここロックされてるんだけど、まあ、そのロックの解除が、ここに、まあ、これをはめ込むんだよね。で、事前にこの MURF っていうやつの、周波数を対応させてあります。はい。なんで差し込むと、ロックが解除されて、電気もつくんだよね。で、ここに行くと。あ、ここがあれだね、冷却室って言われるとこだね。ここ敵おかえ出りなたっさい、け？リー研究員。メッセージが5件あります。そう、なんかメッセージ読めるんだよね。そう、さっきのサイドバックあった場所にいた死体の方のやつだね。まあ、こんな感じでなんか、あるんだけど、で、最後だけ意味わかんないんだよね 最後だけなんかよくわかんない話をするんだよね。これじゃさすがにちょっと笑っちゃった。で、これ中入って、サブズームして凍りつるけかるら、サーチマル。時間制限でもあるんかね、わかんないけど。で、ここに、はめ込んで、ちょっと長いんだけど、これ。冷却シーケンスを実行中。はい、といった感じで、冷却が終了しました。これであれですね。まだ原液は激だと。で、あとはこれをはめ込むだけって感じですね。ちなみにね、この部屋はね、なんかいろいろ機械あるんだけど、まあ、どうやらね、セーブポイントなんだよ、ここ。
こんな感じで。で、セーブポイントです、ここは。で、この原液を冷却させて、差し込む直前まで、やって、確かここで、今日はここで終わりますと言って、終わって動画見たら、まさかの自分の音声が入ってないっていうことに気づくっていう感じでしたね。で、こっからもう完全に初見だね。さあ、やってきたね。多分これを使うと、まあ、中にいるあいつらも多分殺せるんかな。薬液を散布します。中にいるやつはあれを殺せないのかな。これでよし。でもなんか完全になんか全警部。告。規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。急に怖いこと言うのやめて。まあ、どうやってもね、裁かれようにも何もね。あっちだね。音が怖えな。なんか出んのか。お前らやっぱ生きとるんかーい。こいつは散布しても余裕で生きてるわ。で、まあゲットしたから、まあ、これで上級の戸が開けられたんだね。できない。ないないない。またお前かー！またお前かーい！爆発して。ちゃう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 。タイランとパーセンがいるからね。あいつ律儀に待っててくれてるわ。どこ行けばいい？危ねえ。とりあえずこれ解除してみるか。解除っていうかあれか、命令は見れるのか。セキュリティ強化の実施。おお、ここだね。さあ、どんなやつがいるんかって感じだけど。で、前回の動画でやったやつ、多分さ、まだあいつ倒してないよね。あいつ落としただけだからな。もしかしたらあいつと戦う可能性はあるよね。さあ、こっからはもう完全に未知の領域なんで。テープ？テープ？あそこ戻れなくない？テープはゲットしたけど、戻れないよね。戻る方法でもあんのか？ OSS、ここ。またこれ使うのか。OSS なんてあったっけ？あ、あるわ。これはめると？まあ、多分電気がつくようになるんだよね。あ、こっちに道あるわ。これはブルーハーブか。ブルーハーブなー。もう毒使うやつ出ないんじゃないのかな。わかんないけど。あ、これよくあるやつやな。ここで埃とか取って中入るってやつね。これ結構ね、なんか値段するらしいね。なんかすごい値段するらしいよ、これ。あれをね、実装するだけのお金がかかるらしいっていうのを、まあ、どこかで聞いたんだよね。どん道か。
なんだこれ。最終決戦か、出てるよな。なんだこれ。目ん玉だ。これ進化の過程ってことかな。こうなって、こうなって、こうなるみたいな。恐ろしいね。ああ、道としてはここか。無防備だな。よし、エイダのところへ。あ、もう GB スゲットしたんだ、これで。ちょ、この辺とかの、なんかあんのかなと思って。持てない。捨てよ。ああ、ここセーブポイントなんかーい。 A 段のとこ行けって言われたけど、これなんだ、研究記録。ああ、多分 G ウイルスに関することだね。ああ、実験記録みたいなの書いてあるわ。エイダのところに簡単に戻れるとは思えないと思ったら、早速来た。やっぱお前か。俺、お前に散々やられたからな。え、どうしたの急に。急に味方ずらすのやめなさい。何それ。そうだよ。いや、俺が倒すんじゃないんかーい。こんなはずじゃなかった。何もかもアンブレラのせいよ。いや、急にそういうこと言うのやめよう。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか、最初から全部。いや、まず逃げない？エイダのとこ行こう。音がなんかすごい、なんか。したの。じゃあ、これを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。やっぱ一人かい。うわ、ちょ、なんか急に進化したの。What? おい、ここから出すわけにはいかないの。ちょ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 、俺は完全最終決戦だね。完全最終決戦だね。ちょっと、あっち行きたいんだけど、ごめんな。さあ、最終決戦っぽいね、おそらくだけど。とりあえず、まあ、メンターを狙いってことなんだろうけど。ちょっと待って、お前一発でこれかよ。 一発でそれは違うじゃん。一発でそれは違うじゃん。とりあえず、外していく。一発でそれは違うじゃん。くっ
そんなことならマグナの弾あれだったな、あれしとけばよかった。外方的ファイヤーの前にもう打ちまくれ打ちまくれ、もうショットガンの弾だけは腐るほどあるだよ。くそ、マグナムの弾がないのはちょっとあれだな。あれを狙ってってどんどんあれすんだろうな。そんな難しくない説、ごめんなさい、ごめんね、難しくないとか言って超難しいわ、超がつくほど難しいから。おお、ちょっとちょっとちょっと、くそ狙いずれ、やばい、弾を無駄に撃ってる、ごめんなさい、ちょっとちょっとやべえな、ちょっと回復を、はい、ごめんなさいね。あとは言ってもな、あ、まだもう一回やる、よし、これでこれで、いや、ちょっと深刻な弾不足だと、俺は思ったより弾がやばいですね。どこ行くの？わっ！ガップねえなお前な。やめんじゃねえぞお前。痛い！結構耐えるな、結構とか言ってる場合じゃねえんだよな、結構とか言ってる場合じゃねえんだよな。とはいっても解放射器ね、こいつら相手に解放射器ってあんまり効かない気がするんだよな。なんか暴走してるわ、いや狙いね、いや回復全然ないからさ、持ってこればよかったな、こんなことならよ。よし倒したか、これで。倒せつつあるじゃん。おお、思ったよりあれだったね、ただ結構硬かったね。おお、この辺とかちゃんと弾あるね、緊急スプレーもあんじゃん。多分この辺の周辺に多分いろいろとアイテムがあったのにもかかわらず俺はそれを使わないって。あ、檻のようだったで、ここのリフトが あれしたようなんで、あれとてめえ俺のことさ何だと思ってんだお前。ひどい傷だ、痛みの方がもっとひどい。さっきの話信じられないけど、ジンウイルスを処分すると約束して、あれは証拠だ、 FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない、産業スパイよ、 G ウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。任せ言うな。実際そうなんだろうな。おめでたい人だ。もし G ウイルスがアクトモテに渡ったらもう、警告、レベル4ウイルス
どうするよ。まあエイダのところに戻らないといけないっぽいし。どこに戻るんだっけ。とりあえずアイテム。あ、ここにもなんかあるわ。完全にあれだった。ウィリアムパーキン、まあさっきのやつだね。これもしかしてエイダ ?BE って書いてあるけど。さすがにそれは考えすぎか。ふーんとしか言えないって。あ、ここにビデオあんじゃん。逃げなきゃいけないけど、まあちゃんとね、そういうのはしっかり見ておこうか。あー、ここにビデオケースがあったんだ。全然気づかなかった。これは？デイウイルスを確認。あ、ウィリアムか。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。容赦ねえなお前ら。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。これ撮ってるやつ誰だ。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。G ウイルスってことはあれじゃん、もう完全に回収されてんじゃん。マジかよ。いたな、エイダ。ちょ、お前ちょっと疑惑をかけられてるかな。君のことを考えてたら。あら、私もよ。心配してたの。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った。もちろん。確認させて。早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いたよ。君は FBI じゃないと。ああ、レオ、おとなしく渡せばよかった。君を信じた。ダメだった。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡してレオン。殺したくないの。そんなところでやるか。そうなんやぞお前。さあ撃て。できるものならな。やるじゃんレオン。お前の方が一枚上手だ。あ、仕事やっちゃうの。あ、ビース落ちちゃった。実際正しいことをしてるんだけどな。うん、実際正しいと思うんだけど、それが一番。
これどうなるんだろう。頑張れ。もう少しだ。もういいわ。諦めるな。もういいのよ。ダメだ。生き延びて。とは言ってもエイダって確かあれだよね、今後の作品にも出てくるんだよね。これで終わりか、脱出しようだって。あ、とりあえず脱出しようか。敵出んのかな、遅くね。あ、この辺とか見れんのか、すげえな。まあ、要するにこれが爆発するんだろうね。すっげえのんきなこと言ってるけど、実際ここに立ってたらはっみたいな感じになってんだろうな。早く早く早くみたいな、遅いんだよお前みたいな、そういう気持ちでいっぱいなんだろうな俺は。あれは、お、クリアじゃん。クリアはここに来るのか、最終的に。でもここはもう持たない。よく聞け。脱出するんだ。今すぐ。ええ。脱出路はある。なんとかなるわ。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ？よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。爆発まであと。さあ、どっちに行くんだろう。とはいって一方通行なのかな。あ、ここに律儀にセーブあるわ。あ、いるね敵。また構わなくていいんだろうけどな。じゃねえぞお前。ここ降りんのか、なるほどなるほど。全然見えてなかった、そこは。アイデア拾いながらやってっからな、普通はそんなことしなくていいんだけど。出たー、やっぱ来たなお前。すぐお前じゃん、最後の追いかけっこやで。道だからね。おお、ちょ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 い。おお。いや、これ絶望感半端ねえな。ちょっとアップねえな。これであいつがやられたとは思えないけどな。次はどこ行けばいい。こっちっぽいな。ジョイントプラグなんだこれ。しかもなんか2個必要なんだけど。これか、これだね。
なんだ、まだ敵来るってこと？いや、そういうわけじゃねえな。いやー、お前あ、ちょちょちょ、まさかの最終決戦か、ここで。痛い。こいつを倒すのが多分目的だろうな。じゃあ、くそ強いって。耐えりゃいいんかな、わかんねえけど。マグナの弾とかもうバンバン使っていくぞ。あー、なーい。マグナムの弾バンバン使っていくぞって言った瞬間になくなった。いたー、痛い。ちょっと待って、なんか岩が降ってきて、道が。落ちろお前。危ねえ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 。ファイヤーテールみたいな、ファイヤークローだと。ファイヤーテールってなんだよ。あれ、ちょっとショットガンの弾ないんですけど。ここに来てショットガンの弾までなくなっていく。燃えろ燃えろだよ。やばいやばいやばい、やべえな。ここに来てあの回復をあの1個置いてきちゃったからよ。危ない危ない危ない。これ狭いところでやられると厳しいね。痛い。こいつに火炎放射を狙っても意味あんのか。おっ、うわっ、ちょっ、あれこれ死んだんじゃない俺。あー、これ食らったら即死なんだ。あー、これ食らったら即死なんか。なるへそ。うわ、当たっちゃったー。痛い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 ってお前。あー、玉切れだ。あ、どんどん狭くなってる。ちょっ、あ、まだ急に。これはまさか。やっぱお前生きとるんかい。どこから出てきた。すぐロケラン。前回のあの前回バイオクリアした時もあれだったよな、確かロケランだったよな。グランタマイ、やっぱ火炎放射あんま意味なかったな。ショットガンとかガンガン当てた方が全然あれだった。ロケランプ仕込んでやればいいんじゃない。爽快すぎるぜ。あれ誰が乗ってんだろう。
危ねえ。やつは生きてんだよな。あ、レオ、クリア乗ってんのか、ここにも。やったな。私が言った通りね。終わったいや、終わったね。いや、まだただ、まあ、レオン編が終わっただけだから、まあ、クレア編もあるからね。うん。まあ、一旦終わったって感じだね。いやー、結構きついシーンもなんとかあったけど、いや、なんとかクリアできたね。一番難しいモードじゃないんだけどね。うん。特に話すことねえな。ん？何あの演出。いやー、クリアした。うん、8時間だってね。はい、といった感じでね、レオン編は無事クリアできました。いやー、きつかったわー。きつい部分も何個かあったけど、あ、途中積んだとことかね、結構あったからね、実は。次回からは、クレア編をね、やっていきたいと思います。まあ、一旦区切りって感じになるね、これでね。うん。まあ、ご視聴いただきありがとうございました。それでは。